とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ミステリーアーマーの最強の構成は何なんでしょうかという質問だね。これはなかなか難しいんですけども、俺が思う最強の構成、これがね、5つぐらいあると思うんだよね。今日は5個、この構成はいいよっていうのを紹介していきたいと思います。この質問はなかなか難しい。では、行きましょう。それでは、ミステリーアーマーの最強構成、その1。一つ目が、聖のステータス効果の持続時間 30%、プラス、ポーションのクールダウンマイナス 40%。この2つがついてるやつですね。まず、ポーションバリアの持続時間が、この 30% の効果で12秒間になります。9秒だったのが12秒に長くなるのよ。で、さらに、ポーションのクールダウンが35秒になりますので、無限ポーションバリアを持続しやすくなります。結構ね、無限ポーションバリアって難しいのよ。それが、こんだけ時間が長くなれば、まあまあまあ、持続しやすくなって、誰でも使いやすくなるんではないでしょうか。で、武器は、もちろん、リフレッシュ。必須ですね。そして、ガードストライクも、絶対必要になってくるんではないでしょうか。うん。普段でもね、使いやすいんだけども、この 30% の効果で、ガードストライクも5秒間に引き伸ばされます。なので、かなり耐久力のある、構成になるんではないでしょうかね。で、防具の必須スキルとしては、まあ、クールダウンとポーションバリア。この二つは絶対必要だね。クールダウン、ポーションバリア。あと、そうね。あ、影の突撃もいいかもしんない。影の突撃も、確か34秒だね。34秒に、持続時間が引き上げられるので、使いやすくなると思います。うん。まあ、これはなかなか出ないかもしれないですけども、聖のステータス効果、持続時間の 30%、プラス、ポーションのクールダウン、マイナス 40%。これはいいと思います。では続いて、ミステリーアーマーの最強構成5選、2つ目です。1つ目が、HP を 6% 吸収するオーラ。2つ目が、聖のステータス効果の持続時間、プラス 30%。この2つがついてるやつですね。先ほどのビルドと同じく、ポーションバリアの持続時間が12秒間になります。で、この防具には、軽減がついてないのよ。35% 軽減が。そこを 6% 吸収で補っていくっていうやつだね。まあ、場所によっては 6% 吸収の方が 35% 軽減よりも役に立つところがありますので、まあまあ、使い方、場所によってはいいんではないでしょうか。武器はリフレッシュ絶対必要だね。リフレッシュは絶対必要になる。そしてガードストライクもいいね。さっきも言った通り、継続時間が5秒ちょっとになりますので、ガードストライクは継続しやすい。うん、いいことだと思います。で、防具の必須スキル。まあ、クールダウンとポーションバリアですかね。クールダウン、ポーションバリアがあれば、あとは、まあまあ、いいやつがつけばいいんだけども、まあ、ないでもなんとかやっていけるのではないでしょうか。はい。二つ目がですね、聖のステータス効果、持続時間 30%、プラスの HP を 6% 吸収するオーラ。このミステリーアーマーですね。それでは次行きましょう。ミステリーアーマーの最強構成5選、3つ目ですね。1つ目のスキルが、回避中に一瞬だけ無敵になる。そして、ポーションのクールダウン、マイナス 40%。この2つですね。これがちょっとね、欲張ったやつなんだよな。バブル、無敵バブルだね。無敵バブルを使いながら、ポーションバリアも使っていけるっていうやつです。まあ、なんかね、ちょっと中途半端になる可能性もある構成ですね。まあ武器には、まあポーションバリアを使うっていうことなので、リフレッシュがいいと思います。まあリフレッシュをつけるのであれば、効果力のやつが必要になるので、
流れ込む魂の武器ではちょっと難しいのかな。なので回復がちょっと、中途半端になる可能性っていうのもあります。でもそこそこ使える気はするんだよね。ちょっと持ってないのでわからないんだけども、多分いいと思う。で、防具はそうだね、まあクールダウン、ポーションバリアは必須です。で、回復も入れたいのでヘルスシナジーだね。この3つ、クールダウン、ポーションバリア、ヘルスシナジー、まあ難易度はかなり上がると思うんですけども、悪くはない、いや結構いいと思います。3つ目は回避中に一瞬だけ無敵になるプラスのポーションのクールダウンマイナス 40% のミステリーアーマーです。それでは次に行きましょう。ミステリーアーマーの最強構成5選、4つ目、1つ目のスキルが HP を 6% 吸収するオーラ、そして2つ目、回避中に一瞬だけ無敵になるです。まあこの回避中に一瞬無敵になるっていうのはバブルビルドですよね。バブルビルドはヘルスシナジーもしくは流れ込む魂で回復していくと思うんだけども、ここに 6% 吸収を入れることによってさらに耐久力を上げていくっていうことですね。まあもちろん変更が来たら、まずもって対応はできなくなるんだけども、それ以外だったらまず死ぬことはなくなるんじゃないかな。 6% で吸収して、さらに倒した時の流れ込む魂で回復で、アーティファクトを使った時のヘルスシナジーでの回復、もう耐久力抜群でしょ。で、さらに防具に、デスバーター入れてれば採掘者武器に入れて、もっと耐久力上げることできるね。一度死んでも大丈夫になるんで、まあ、変更が来た時に対応しやすくはなるんではないでしょうか。いや難しいな武器には流れ込む魂と採掘者が必要でしょ。で、防具は、クールダウン、ポーションバリア、ヘルスシナジー、デスバーター、いや難しい。でも出れば最強に近いんじゃないかな。無敵バブルの最強構成は多分こういう感じになるんではないでしょうか。はい、構成4つ目、1つ目が回避中に一瞬だけ無敵になる、2つ目に HP を 6% 吸収するオーラ、この2つですね。それではラストです。ミステリーアーマーの最強構成5選、最後5つ目、1つ、 HP を 6% 吸収するオーラ、2つ目、ポーションのクールダウンマイナス 40% です。この2つはね、結構探してるんだけども出ないですね。まずポーションバリアの使用時間が、まあ 40% マイナスで35秒ぐらいになります。で、さらに攻撃で 6% 吸収できるので耐久力もかなり高いですよね。で、これを使うにあたっては武器にはまあリフレッシュ必要だね。リフレッシュ、あと吸血もあるといいんかな。ガードストライクも欲しいところです。で、防具はまあクールダウン、ポーションバリア絶対必要だね。で、さらに耐久力を上げるためにデスバーター、この3つはちょっと欲しいところじゃないですかね。で、あと1つってなると何がいいだろう。ヘルスシナジーでしょ。で、防護、霊気、毒フォーカス、変更の影の突撃、そんぐらいかな。あ、クールダウンを2つ入れるっていうのもありかもしれませんね。多分俺この構成が一番欲しいかもしれません。1つ目がHP を 6% 吸収するオーラ、2つ目にポーションのクールダウンマイナス 40%、 これちょっと欲しいですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。ミステリーアーマーの構成、俺が欲しいのはこの5個ですかね。まあ、考えるともう少しあるかもしれないけども、まあ考えつく感じでこれですね。この5個欲しいです。まあ、他にもね、この構成いいよっていうのがあれば、コメント書いてください。よろしくお願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。